こちらアルファ、出撃します。背中は守ってやるよ。前にブレイク現象が起きてた時はアフターコロニー時代のモビルスーツがいたけど、他に違いはあるの？作戦開始の状況が少し違うかな。まかないさんをエドモントンの本会議場に連れていくのは同じなんだけど、それを阻止しようとするギャレルホルンの守備隊に奇襲をかけるとこからだね。敵の目を引きつけるために団員たちが奇襲をかけるのが史実なんだよ。私たちは前回と同じく結果団として、三日月くんのガンダムバラバタスと秋広くんのガンダムグシオンリベイクと一緒に出撃するからね。え、急に秋広くんって出てきたけど誰？鉄火団団員の秋広アルトランドくん、筋肉ムキムキのマッチョガイだよ。同じ団員なんだからうまく合わせてよ、犬姉さん。プログラマーにそんな対人能力を要求しないでよ。こちらアルファ、援護します。あんたには期待してるぜ、小隊長。残さずかけるよ、俺の全部。これで最後だからな。ギラルホルン側は浮き足立ってる。奇襲は成功。あとは団長さんたちがうまくやってくれれば。オルグなら大丈夫だよ、絶対にやり遂げる。こっから先は行かせねえ。私たちは三日月くんと町へ向かいます。筋肉隊で敵を抑え込んで。当然だろ、三日月こそ遅れるなよ。ああ、ここで全部終わらせる。ブルーミッションが成立してるのに足りないデータがあるな。でもシミュレーションには細かい際は出るものなんでしょ。ガンダムがいないとなると話は別だよ。ガンダム決まりストルーサー絶対に必要になるピースなんだけど。俺たちは計画通りまかないのじいさんを連れてエドモントンの議事堂へ向かう。団長気をつけて、何が起こるか分からないみたいです。百も承知だ。鉄火団の未来のためにお前らの命をかけてくれ。突っ込め突っ込め、団長が出れねえぞ。お前たちの思いは絶対に無駄にしねえ。え、ミッションデータの異常。団長さん気をつけて。正気か、奴らこんな街中にモビルスーツだと。オルガ、何が起きたの。小隊長、三日月くん、先を急ぎましょう。バカだ。ザ・テリアソー。ピーキ、邪魔する奴は全部敵だ。こんなとこにまでモビルスーツを。何をしている、とっとと押し返せ。この橋ってブレイクミッションの時にアフターコロニー時代のモビルスーツが現れたのよね。政治ではモビルワーカーしかいないはずなんだよ。どうしてこれだけのモビルスーツが。ミオなんでも全部潰せばいいだけだ。ヒマリスのデータが足りないことがブレイクミッションに影響しているの。オルガ、アトラ、クンデリア、すぐに行く。まだまだ敵機がいる。出てこなければよかったのに。
ックで発見力の位置に突破した。そう、あれが人とモビルスーツの一体化を果たしたという。グレイズアイン一体化、別にいいか。邪魔する奴は潰せばいい。そうでしょ、俺だ。そうだった。お前が俺たちをこんなところで終わらせてくれるはずがねえ。なあミカ、行くぞ。バルバダス、クロックニーを手にかけた罪深き子供め。誰さ、貴様、この動き普通じゃない。ちょっとじっとしてろってことだ。君たちの罪は止まらない。加速する。俺たちは軌道へ向かう。そっちは任せたぞ。任され罪深き。俺も本気だ。クラクニーよ、お前たちと戦うつもりなどなかった。お前たちを救うつもりでいたというの。その慈悲深き思いがなぜ伝わらない。あのおっさんは自分で死にたがってた。できそこない。精錬なる正しき人道を理解しようとしない野蛮な獣なのに、あろうことか。おい、バルバドス、いいからよこせ。お前の全部。まだだ、バルバドス。死んでやがる。何、まだだ。もっともっともっとよこせ、バルバドス。ガンダム・バルバドス。ちょっとさくら、三日月君は大丈夫なの？大丈夫だよ。これは彼が選んでいく道だから。さくら、回線つなげるか。団長さん、レーザー通信用ドローンの配備完了。結果団のみんなに連絡できるよ。お前ら聞こえるか。まかないでクルーには一度送り届けた。俺たちの仕事は成功したんだ。だからこっから先は死ぬな。もう死ぬんじゃねえぞ。こっから先に死んだ奴らは団長命令違反で俺がもっぺん殺す。だからいいか。何としてでも、はってでも、それこそ死んでも生きやがれ。うん、わかった。オルガ。この化け物が！お前にだけは言われたくないよ。クラックニー！ボードウィントクムサンサー！私は、私の名だ！そのガイリアボードに特務探査官、キマリスは結局現れなかった。オルガが止まらない限り、俺も止まらない。これまでも、これからも。やったの？これでトゥルーミッション完了よね。キマリスのことは気になるけど、エラーは出てない。ブレイクアウトするよ。俺様にかかればこんなもんよ。バルバトスのパワーアップ、あんなブースト機能があるなんて、ガンダムフレーム、恐るべき性能ね。そんな単純なものじゃないよ、あれは。
人間が簡単に使っていいものじゃない。え、どういうこと？何かあるの？ううん、なんでもない。さて、いよいよ最後だよ、イノ姉さん。アフターコロニーの時代、サンクキングダム防衛戦ね。オデッサに帰るための最後の修正。いや、このディレクトリのだよ。この他にもあるわけ？はあ、思い出さないようにしてたのに。ユノ、見て見ぬふり、よくない、ユノ。落ち着いて聞いて、イノ姉さん。 G ユニバースは階層構造になってるんだよね。ここは一番浅い層なわけ。管理システムのある階層に行かないと、イノ姉さんたちを送り返すのは無理なんだよ。もう、じゃあさっさとその階層に。残念、ブレイク現象の影響で今は階層、ディレクトリ間の移動ができないんだよね。先に言いなさいよ。他に隠してることはないでしょうね。ないない、私は AI だからね。人間みたいに嘘ついたりはできないし。まったく調子いいんだから。ハロ、早いところあれやって。ハロも嘘つかない。トゥルーミッション発生、トゥルーミッション発生。